またこうお食事会に入って、完全にまたまたまたって帰った後、親みたいな。そうですね。なんか、ずっと、親みたいな。っていうのがあるか、聞いたあるの？わかんないよね。わかんないね。特に俺はわかんない。俺なんかもう、わーって言ってしまう方やから。そうね。なんでやねん。俺が冷静に横から見てたら、断らないでくれや。だって、恥ずかしい番組やけど、すげえなんか考えたりやってる。あの女ね、それはわからないんですよ。昨日もね、まだあのワクチンが変な場所でたんですけど、また10種目あの間の2種目目前も2種目目でダメだった、3段の試合昨日は絶対いけるって言って2種目目また舞い上がってできなかったんですよ。これはもう番組やし、こっちはね、あの笑わしたらねなあかんと思って、みんながね、こっちが足折ってそれだと一度乗ってみようかとか言うと、もうわかんねん、もうあれ二人やねんけど、それがね、そういうギャグを入れていったら、もうワクチンも前に真っすぐぶわー書いて、もうできなくなる、集中できない。俺らは我々のそういうノリノリのやって行った方ができやすいんですよ。だから各々やっぱり性格違うから困るんですよ。意外なところ恥ずかしかったり、長寿でも何でもやりそうやんけど、えらい変なところ恥ずかしがり、これは恥ずかしいやろっていうあったんですよ。こう講釈師になるんですね、売れない講釈師私もいつも始めようと思って。
番組の途中ですが、ここで地震速報をお伝えします。先ほど午後10時5分頃の地震情報をお伝えしました。あとは、19歳の子が1人と、あと16歳の子がもう1人と、あと15歳の子が1人います。みんな小学校1、2年生からやってるんだ。はい、リーダーは誰だ。リーダーは矢島真由美ちゃんという子で、19歳の子、でも天然なんですよ。なので、今まとめてくれるところはまとめてくれるんですけど、いつもそのスポーツとかで、胸にこれって言うと、いつもしないと、本当に見守られてるから、なんか、いつもしない。巻き添えが怖いんじゃん、巻き添え。もう、全然見えない。もう、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 特にビブラートを書くんですよね。はい。なんなら円からビブラート行けるわけ。
変化ってどういうふうに振るわけ？あの、アーテの文字からアーテを落とします。アーテ、あ、アーテ、あーってどういうことなの？やってみて。いきます。
朝井さんでしたのバスでね。そうですね。はい。花火じゃないでましたね。はい。良かったです本当に。良かったです本当に。その後は知らないね。よく覚えてはないです。まさかアーセナルがね。はい。アーセナル選手はすごい。いや、すごい。あ、自分の前だね、最近やから。あの、あれです。最近やから。特に覚えてるのは、あの、日本のチームの、はい、アジアカップの方が熱心に見てました。ですよね。はい。だから、僕はあんまりね、日本のサッカー詳しくないんで。あ、そうなんだ。逆に盛り上がれないと思うんで、あんまさかチャンピオンリーグね、そんなにまた来てるからね。じゃあ、あの、今度からの、その、海外の方に注目して、見たいと思います。まあ、朝でも5時とかからですからね、そうですね、今日は。お前起きてんのか、お前本当に。いや、でも本当にあの夜中は結構起きてるから。水泳のクロールのフォームだけ受けて、水泳も入ったんだ。あ、は
はい、もともと水がすごい苦手 でお風呂も入れなかったから、お母さんに水泳バッってなんかいつの間にか入られちゃってスクールに、うん、で水泳やってたんですけど、あ、お前じゃないよ、黒綺麗ってことやろ。そうです、フォームだけはちゃんとしてるんだ。そうです、息はすぐ上がっちゃうんですけど。息は上がっちゃうの？はい、息はもう 50m ぐらいしか泳げないんですけど。今はかなり我々の時代と踊り方変わって、泳ぎ方が変わってきてますから。今はどうよ、泳ぎ方全部違うよ。俺たちが習ってた時代と、君たちの時代の。今はどうすんの？水の手をどう入れて、どう水をかいて、肘で抜くの？この辺はよく覚えてないんですけど。自分なりにやってます。習ってたんですけど、うん、まあ若干忘れちゃったかな。お前ブログに嘘ばっか書いてないから。いや、でも泳ぎは本当に綺麗です。マジで。泳ぎは本当に綺麗です。綺麗ってどう綺麗？なんかスラーっとしてますなんか。なんかスラーっとして。音が立てるような感じ。なんか魚のように速いですね。あ、マジで速いの？速いです。私なんかスラーが速かった。あ、うん。滑りやで、自分だったら高く滑りじゃないで、高く滑りだもん、ね、そうやろ、まだまだちょっと進歩が足りてないな、空気の中でも全然わからんと入ってきて滑ってんだよ、何も分かったのこうやったらこう突っ込んでくれるやろなぁって入ってこうと滑る形で、そうですよね、そうじゃないと突っ込むところがわかるから、そうそうそう、こういうから、こういうから、いつでつくるんだよ、なんかさ、まあ、まだ16、17だからな、俺たちがもし16、17で、55歳の、ね、お笑い界の人間と会話するって、どんな人間かと思うと、かわいそうになってくるよね、そういうことはね、いやいや、かわいそうじゃないか、こんな、俺らもそうしてんの、16、17で、何をできるんじゃないかな、それが今日見てなんとラジオに出てるわけだよ、緊張という場面がどういう感じでいてるのかなって不思議な発明だね、気持ちがどんななのかなと思って不思議な気持ちですよね、中島さん、実はちょっと嬉しい、そうです、なんかちょっと嬉しいのかな、マヨネーズみたいに思ってるわけだから嬉しい、お家の前は何よりなるんですか、見せなくてな、はい、じゃあ先生はそのプレゼントとかもらった時にありがとうって言われるだけで嬉しい、ありがとうって言ってもらえると、うん、喜んでくれてるんだなって思います、これマヨさんいるよねたまに言ってくれない人もいるかなって、ありがとうよりも嬉しいって言われた方がいい、嬉しいって言ってくれた方が嬉しい、うん、